どうもと一問一答。それでは郷ひろみさんに質問です。改めて年齢、出身地を教えてください。そこは笑う方じゃないと思うんです。これ毎回言ってないかなと思って。あ、なるほどね。まあまあいいですけど。52歳、生まれたのは、九州の福岡です。上沢さん10個も上なんだ。だから違うって。11個上でしょ。違うっつってんの。では、子供の頃よく叱られたことは何ですか？行儀作法と言葉遣いですかね。行儀作法。では、芸名はどのようにつけられたのですか？ファンの人の掛け声で、まあ、郷ひろみっていうのがついたんですけど。掛け声。僕がこう歌う時に、まあ、あの間でね、レッツゴーレッツゴーとかって、こう、ゴー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 ひろみとかってくるの入ってたんですよ。で、まあ、英語の本当にレッツゴーから、ただまあレッツゴーひろみになっちゃうとちょっとね、ちょっとそうですね、方向的には違うだろうなって、やっぱりレッツは取ろうという、レッツゴーひろみじゃない。それではこのお仕事を始められたきっかけは何だったんでしょうか？それこそ、あの本当に15の時に近所に住んでいるおばさんがですね、僕の写真を勝手にある映画のオーディションに送って、そのオーディションに行って、そこに審査員の一人としてジャニーさんがいて、うん、そこでまあジャニーさんから言うねっていう感じで話をかけられそれがきっかけになった。その時代からですよね。ではこのお仕事をしていなかったら今頃何をしていたと思いますか？まあ、日本のビリー隊長になっていたかなと。おお売れるでしょうね。すごいね。これは、いや、あの逆にビリー隊長にもついていけるんじゃないですかね。カモンカモン言われるんでしょうね。カモンカモン言われるんでしょう。では現在の郷ひろみにキャッチフレーズをつけるとしたら、まあ、あのビリーがね、世界最強の52歳ですから、うん、まあ、僕は日本最強の52歳。それでは芸能界に入って最も驚いたことは何ですか？まあ、やっぱり非常に豪華なプレゼントをいただいたりしたことはびっくりしましたよね。ちなみに何をいただいたんでしょうか？車でしたね。すげえ。それが15、6の時ですね。それを丁重にお断りしたわけなんですね。いや、いただきました。いや、すごい。いただきましょう。今までステージ、テレビ出演などでしてしまった最大の失敗は何ですか？いや、たくさん失敗はしているんですけども、やっぱり忘れられないのはですね、15の時なんですけども、まあ、バンドのメンバーがね、ヒロミ、トローンってこう鳴らすから、トローンって鳴ったらこのキーを取って、雪は降るってこう歌い出すんだよって言われて、わかりましたって言って、プロン、雪は降るって違うキーで歌っちゃったんですよ。それが最後まで僕実は歌い切ったんですよ。あ、すごい。そのキーで。自分では気づいてないんですよ。今日ものすごく良かったと思って、戻っていったら、言っただろってこのキーでって言ったら、それで初めて僕は、あ、違うキーで歌ってたんだ。最後までそのキーで行っちゃったみたいな。全く音聞いてないってことですね。自分の感覚でずっと言ってしまったって。では、ドラマなどでこんなセリフ言えないと思ったセリフは何かありますか？まあ、基本的にそのドラマですから、役として言えないことは何にもないと思うんですけども、あの僕まだ実際見たことないんですけども、そのおっぱっぴってあるんでしょ、はい、それ見たことはないんですけど、それを言ってくれって言われるとどうかな、できるかなっていう、ちょっと躊躇はあるかもしれない。でも郷さんと全く真逆の。ではせっかくですので試しにそのセリフを言ってみていただけますか？マッキーが、いやどうでしょうね、これ。いや、僕が郷さんのファンだったらちょっと、どうやって言う、郷さんのファンだってなんだって、そんなの関係ねえんだよ。そんなの関係ね、もう聞いたことあるんですよ、はい、この間あのゴルフに行ってる時にね、キャディさんが、あの右の方が OB になっておりまして、左側があの割と浅めにね、ハザードが来てますから、狙い場所としてはこんな感じですって説明してる時に、まあ、友達が「そんなの関係ねえ!」「そんなの関係ねえ!」って言う。
それは何だろうって思いましたね。それ知らないけれども誰よりもキレがありましたけれども、光一も知らないでしょ。知らない、僕も知らない。俺も知らない。聞いたことあるけど見たことないですよね。見たことないんですよ。全然わかんない。これじゃあ教えてあげる。教えてあげる。今これやっとくと郷さんみたいにキレるらしい。まずこうして、はい、そんなの関係ねえ。最後に、はい、おっぱっぴーって、はい、おっぱっぴーって。せっかくだから3人で見たい、3人で見たい。すいません、じゃあ今の振り付けをしません。ちょっと振り付けが変わってました、今。こっちが正しいんです。こっちが正しいやつよね。そんなの関係ねえ。そんなの関係ねえ。はい、おっぱっぴー。こういうもんだったんだ。俺も初めて分かった。いやもうこれはあの嘘を教えられてる。そんなことない。嘘を教えるわけないでしょ。ではズバリライバルは誰ですか。自分自身かな。あんまりライバルって考えたこともないですけど。郷さんの家の自慢を一つ教えてください。まあ、あの東京の自宅なんですけど、割とね僕すごく綺麗好きなので、うん、結構一人で暮らしてるんですけども綺麗にしてますね。これだけは譲れないものって何ですか。譲れないもの、そうですね、高須クリニックのコマーシャル あのイエス高須クリニックっていうのはその言い方は結構自分もあれだし、まあ、あとはそのもちろんジャパンっていう言い方とかっていうのは、ね、こだわりがあるから、うん、まあ基本的にパンのつくものはシャンパンくださいとか。それもシャンパンくださいでいいんじゃないですかね。隣の人びっくりするでしょ。シャンパンの時にやってみますか。パンがつくの、うん、まず高須クリニックぐらいで。どうなの、日本は。本人に見せてもらってる。いや、もうあの普通になんです。あんまり意識せずにもうバッと来て、バッと来て、イエス高須クリニック。じゃあ小石さん、よーいスタート。ダメだ。ダメだ。大丈夫大丈夫大丈夫。これやっぱり郷さんだね。でしたね。では俺まだまだイケてると思うのはどんな時ですか。そうですね、まあ、自分で回ってる時かな。では最後にその俺まだまだイケてると思う回ってる時をカメラに向かってお願いします。じゃあこれをやりましょう。いいですか、ね、はい。ちょっとなんか音楽もないとすごく回りにくいんですけども、郷ひろみさんありがとうございました。